キル特化型の少人数制ラグビーアカデミーが東京と広島でオープンしました。体験、無料体験やってますんで、ぜひ概要欄からご予約お越しください。待ってます。どうも、ラグビー小僧です。今日はですね、ここ山梨学院高校、やってきました。これ皆さんご存知かどうかちょっとわからないんですが、びっくりしますよ。2006年から休部をしていたんですけど、2021年に、また復活しました、ラグビー部が。でその時に復活した1年生、の子たちが、いわゆる山梨の強豪氷川高校と対戦した時に150対0で負けてしまったと。でその1年生たちが3年生に上がった時に氷川とやった時に勝って花園に行ったっていう、もう現代もリアルルーキーズみたいな、ことが起きました。で先日行われた関東大会予選も氷川に勝って、もう、非常に山梨県では、もうトップ、に君臨するようなチームになったと。3、4年の間でトップ、になるっていう、もうすごい話が起きてるんで、何が起こってるのかっていうので実際に来て練習して、確かめようじゃないかというような今回企画になっております。でこの山梨学院がすごいのって、もう学園なんで、なんですか、小中高大もう全部くるまってると。なんで高校生も大学のラグビー部と練習する機会がめちゃくちゃあるっていうのが、まあそれは強くなるよねっていう。来ました。いや、いい。山梨学院高校の内田コーチ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。内田コーチは、もともとどういう経歴でラグビーを、出身は山梨県の氷川高校というところで、その後筑波大学に進学して、卒業後はクボタスピアーズで4年間プレーして、引退後、指導者という道を歩んでおります。その1年目こうラグビー部を立ち上げるにあたって、なんかこうどういうふうにアプローチをしていったかとかあるんですか？チームの文化を作っていくというところにフォーカスして、毎日頑張っておりました。はい、初めて聞いたんですけど、150対0から最後返す、3年間で返す、どういうどんなことが起きたんですか？まずは0対150で、よくやめなかったなというところですね、みんな。まあそこからいつか絶対花園出るぞという気持ちを持って、みんなで一生懸命コツ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 やってきた、それができてよかったなという形ですね。なるほど。はい、ということで、まさかの会いたかった、一番会いたかった人に会いました。はじめまして。誰だ？お名前は？加藤健翔。加藤健翔君。今、大学1年生。はい。で、さっき話した、高校1年生、総部1年目、の時のキャプテン。1年生の時に1年生しかいないからキャプテン。はい。で、2年生キャプテン、3年生キャプテンで、0対150を経験して、氷川に勝った。はい、両方経験したキャプテンと、はい、ちょっと教えてよ。すごい、やっぱ1年目ですごい大敗して、やっぱそこでやっぱりすごい悔しい気持ちとかいろいろあって、そういうところがやっぱ自分たちの中でもターニングポイントっていうか、起点になって、そこからこう2年目3年目とやっぱ打倒氷川って感じでやってて、最終的に勝ったっていう感じで、やっぱその1年目があったからこそ、やっぱ3年目にして勝てたのかなって。なるほど。はい、結構だ、高校生と大学生も練習を。そうです、僕も、はい、高校生の時は1年生、2年生であんま先輩がいなかったんで、それもそういう大学生とレベルの高い体の大きい人たちでやるみたいな、はい、それすごい、1年生の時から大学生とやってた、はい、そりゃ強くなるわな。最高です。気がしないように。今日上げられる日は今日が最後で、コンタクトフィットネスもいつも通りやるけど、いつもよりコンパクトにやるから。で、あと今日YouTube の撮影でラグビークエストっていう番組見たことある？ラグビークエスト、あ、ある、なんか一緒に練習も入るみたいだから
あのみんなも自分も一生懸命やるけど、あの今日帰るときにファンになって帰ってもらえるように声かけてあげながら頑張りましょう。いいですか。はじめまして。ラグビークエストの小倉と言います。面白いチームとか面白い人だったり、そういったチームを深掘りしていくみたいな企画が始まって、山梨学院さんに来させていただきました。今日僕も一生懸命練習参加させていただきますんで、皆さん、短い時間ですがよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう無理。終わりました。あ、本当に。はい、どうぞ。ラップか、本当に。みんなこれは本当にアップ？もう、あの、フィットネスの最後のことも考えないし、1本目はパン。あとは、あとのことはもう考えない。一番最初からだし。はい、はい、はい、行きます。出し切った。一本目で出し切りました。コーチの言う通り。遅いぞー、まずやらんぞー、休憩じゃねーぞー。はい、自分から、一番だろ、一番だろー。いく、砂です。え、砂だろ、砂だろ。よし、みんな盛り上げよう。お疲れ様です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 。やばすぎる。山梨学院高校がジャイアンツキリングを落とすには奇策じゃないです。こういう自主トレ、自主練、基礎練、もうこういうことっすね。これの積み重ねね。奇策で勝ってない。あれ、小倉いない。まず最後フィットネスサボりす。後ろめたくないですか。みんな頑張ってて一生懸命。見てください、みんな最後一生懸命走ってます。応援しよう。頑張れー。飲め飲め。どうだ、ナイスファイト。走ってないけどね。ナイス、ナイス、素晴らしい。ナイス、ナイス。古谷監督です。今日はありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ズバリこう、山梨学院高校のラグビー部、まあ、高校もラグビー部の中の魅力ってどういうところにありますか。まあ、ラグビーのもう最もベースにある個の強化っていう、ここが絶対欠かせないので、まあ、一番練習とすれば辛くて、まあ、今日もそうなんですけど、つまんない練習かもしれませんけど、そこを大事にしてやっていこうということで、まあ、生徒にそのことを問いかけながら、スタッフとすればそこを一番大事にして、ここまで来ました。やっぱこう高校で隣に大学がやってて、練習相手としてもすごいトップの人たちをやれたり、あとは寮もちらっと見たんですけど、めちゃくちゃ綺麗で、なんかすごいラグビーをする勉強する環境はすごい整ってるなって印象なんですけど、まあ、あのここに部を作った一つのテーマが校内連携っていうのがありまして、はい、そういった中で大学のスタッフも高校生の面倒を入っていただいたり、また大学生が高校生と、まあ、例えばタックディエンスとかスクラム練習とか一緒に台になって
まあ、我々の指導もまたは大学のスタッフの指導もあるんですけども、すごく貴重なのが選手間の肌感覚のアドバイス、非常にありがたい。試合メンバー外でバチバチやってるんで、入ります。こっちは行けると。いや、行けはしないですけど。気をつけてよ。はい、オーバーオーバーオーバー、右右右、サーブだ、右サーブだ、カズト、カズト左、カズト左、ゲッツ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 前で止め、ボールを獲得。ジャッカルね。手段は何でも。タクさん。タックルした。ラグビー小僧じゃなかったら脱臼でした。お疲れ様です。今日はありがとうございました。僕の本当にトップ5ぐらい、人生トップ5ぐらいきつかったです、はい、めちゃくちゃやばかったです。で、僕もいろんな高校とか大学とか、見てきた中でかなりこうトップレベルで環境がすごくいいので、ものすごく強くなっていくんだろうなっていうのは確信しましたし、基礎トレーニングを大事にやっているところだったり、あと基礎トレーニングの中でもなんか腐ったような、人がいなかったっていうのが僕の中ですごく印象強かったです。なのでこのまま、花園予選、年越せるように、応援してますんで、これからも頑張ってください。ありがとうございました。彼たちがメインフランカーです。お二人。このチームを支えるエグいフォワード。お名前は？もうちょっと。渡辺風太。渡辺風太君。はい。体エグいね。あ、タックルが好きな。アタック系？ディフェンス。ディフェンスのタックルとかジャッカルが。そう、はい。身長でも170。あ、70ぐらいです。はい、一番強いタイプのフランカーの体。今年のじゃあ意気込み聞いていいですか？今年はやっぱチームとして花園ベスト4つが目標なので、うん、達成できるように個人としてチームとしてしっかり味方を引っ張っていけるように頑張ります。応援してます。すごい体、うん、タックル受けてみた方がいいんじゃない。一旦一発ね。足つった足つった。マスクだ。足つった。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。エグかったっす。いやー、よかった。本当っすか。全然、はい。やっぱこういう基礎トレーニングで構築してったって感じなんですか。そうですね。やっぱりみんな大学、うん、その後社会人、長いことラグビーやってほしいので、うん、とにかく体、怪我しない体作りを目的にやっているので、まあ、基本的にはこういう体作りがメインの練習が多くなっています。いや、本当それ感じました。なんかこう高校で勝ち切るためだったらなんかスペシャルプレーをいっぱい練習するとか、うん、そういうのじゃなくて大学でも通用できるもう選手作り、はい、マジで感じました。最初創部1年目の時に0対150で負けたっていうのは、それはアチャーコーチ的には想定ないだろう。いや、まあ、正直勝つのは難しい、まあ、1年生しかいない中で比嘉高校は3年生も強かったですし、勝つのは難しいと思ってましたけど、まあ、150対0になるとは思ってなかったですね。みんな初心者で、うん、まあ、中学校の時に少しだけやってたっていうのは何人かいるぐらいで、まあ、ほとんど高校から始めた子は、はい、ほとんどです。全員初心者でラグビーの練習ができるって。でも本当に1年生が
入学してきて、まずそもそもルール知らないまず服装もなんか中学校の時の体育着のまんま着てるとか、うん、そこからスタートだったので、あの本当に今思えばすごい苦労しました。いやーマジで想像つかないです、うん、まあそれを得てちょっとずつ結果も出てきて、今の1年生はもうラグビースクール出身の子とかが多くなってきて、はい、何から始めたんですか練習は。練習は2対1はずっとやってた2対1をひたすらやってましたね。あとは走り込みもそうだし、まあもうあとはタックル、ヒットドライブ、うん、これひたすらまずはひたすら、僕が高校から始めたっていうのもあって、あ、そうなんですか。ラグビーをだから初心者がこう高校からこう上手くなっていくみたいな過程は結構自分が経験してたのもあって、どうす、まあ、ここを最低限やっとけばあとは伸びてくみたいな感覚もあったので、だからそんなにこう初心者だからしんどいなっていうよりは、まあ1年生しかいないのがしんどいなっていう方が多かったです、大きかったです。子供たちにはもう次の年には花園行くぞっていうことを言いましたね。まあプロジェクトの一つの中では翌々年だったですけど、子供たちにはもう来年絶対行くぞっていう思いを持たして目標を持たせました。なるほど。今年はベスト4、年越しか、はい、はい、肌感覚はどうですか。どこかまだなんか課題みたいなのありますか。あ、もうそれはもうたくさんあって、例えば練習ですごいいいプレーしたりとか、あの体の強さだけ見れば全国でもトップクラスぐらいまで今持ってこれてるとは思うんですけど、トーナメント一発勝負で出し切れるかっていうところがまだまだうちは弱いところなので、あのそこを強くしていかなきゃいけないなっていうのが課題ですね。なるほどです。もうなんかこの動画見たら中学生とか山梨学院行きたいっていう子めちゃくちゃ増えそうな気がするんですよ、はい、そうですね、ぜひお待ちしております。ウェイトがすごい。これ高校大学教養で、こんな真横にあるんだ。グラウンドの真横にあるんで、いつでもできます。完璧だ。環境最高です。環境最高。徒歩1分、いや1秒シャワーも入りまして、リボンの部屋、それ空き部屋なんで、それ見せてもらえます。入寮した時にどんな部屋かってことですね、はい、うん、すごいですね。どうぞ。2人部屋なんですね。そうです。2人部屋で、下机あって、2段ベッドの上と、めちゃくちゃ綺麗で、もうすぐそこにはグラウンド、もう H ポール見えてます。ここは食堂、これめっちゃいい匂い。なんだ今日は。これチキン。おお。すごい。うまそうすぎる。洋飯のクオリティじゃないですよ。うん。小鉢に揚げ出し豆腐、サラダを取って。ご飯と汁物。こちらです。うまいですか。レバニラのクーラー。おいしい。すごい。うまいよ。はい、ということで、1日山梨学院高校に潜入させてもらいました。もうこれは王者の施設でしたね。ぜひあの今年の花園頑張ってもらいたいと思います。ぜひ皆さんも注目してください。で、中学生ですね、入りたい子ぜひお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。それではチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。よっ、ガチャ。